お疲れ様です。どんな大事業もどんなに大きな歴史のうねりでも最初はたった一人の人が言い出したやり出したことなんですよね。例えばね、スマートフォンっていうのがありますよね。スマートフォンっていうのも誰か一人の人がこんなものができたらいいなっていう発想をいろんな人に持ちかけて、おそれ面白そうだね、俺も参加させて、俺にはこんなことができるよっていうふうにだん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 人が集まっていって、結果的にこういったものができたんですよね。しかもこういったものも最初から物体があったわけじゃなくて、最初は紙に書いたような陳腐なものでしたと私は想像します。おそらくあのアインシュタインが発明した相対性理論もアインシュタインの頭の中のものを紙に鉛筆で書いたところから始まってるはずなんですよ。そしてその紙に鉛筆で書いたものを見た人が、これなんかわけわかんないよねっていうふうに去っていく人が大半。でも一部の理解できる人、これ頭がいいとか悪いとかじゃなくて、この発想俺もなんか考えたことがあるんだよねっていう人が、アインシュタインさんこれ詳しく教えてくれませんかっていうふうに問うたことから、コミュニティが1人から2人になり、2人から3人になり、3人から何万人何億人になったと思うんですよ。で出版されて多くの人が小学生からご老人まで読むようなね、そんな書籍になって広がっていったのかなと。でそこには明確なコミュニティっていう括りはないんですけども、アインシュタインは知ってるよって人から、アインシュタインはおかしい人だよねっていう人から、アインシュタイン先生は立派な人だよねっていうふうに、さまざまな垣根のないコミュニティがまるでグラデーションのようにね、淡い濃いっていうものを形作りながらこの地上に広がっていったんじゃないかなと思います。さあここでですね、ロスジェネ世代をまとめるためのコミュニティっていう話がありましたけども、これはね、宣言した瞬間にそのコミュニティは成立してるんですよ。参加者が一人かもしれません、自分自身ね。でもそれでいいんですよ。今日コミュニティをスタートしました、いきなり10万人になりましたみたいな影響力は大抵の人にはありませんから。じゃあどうやって影響力を持つのかっていうと、目的を明確にすることなんですよ。そしてその次にルールを作ることですよね。まあルールはまだ置いといて、目的を明確にしましょう。ロスジェネ世代を集めることによって何人だったら何ができるかっていうことを想定してるかっていうことを話してみる。まあこういったことをね、だらだらと繰り返していくと、その中でこれは使えるよね、これは人の共感を呼んだよねってものがたまに生まれてきます。それを集めて体系化していけばいいんじゃないかなと思いますよね。はい、おそらくね、あの野球っていうのもこんな形でできていったんじゃないですか。野球っていうのもその辺に落ちていたボールみたいなのね、ゴミ玉みたいなのをポンポン上げながら、これを適当に投げていたら、それを棒切れみたいなんで、ちょっとこっち打ってみてってからパーンって打ち返したと、空振りしたり打ってみたりとかしたと。そのうちにここに落ちたらさ、なんか賞金にしようよとかね、ここに落ちたら賞金2倍にしようよみたいな感じで、だん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 面白くなっていって、それを旗で見た人が、あ俺もやらしてみたいな感じで、チームが1人から2人になり、2人から3人になりみたいな感じで、9人ぐらいがバランスがいいよねとかね。で賞金が出るんじゃなくって、このさ一塁こっちの方に守ってる人のところにベースを置いて、これを一塁にしようよ、二塁にしろよ、三塁にしようよみたいな感じで、徐々に徐々に決まっていったんじゃないかなと思うんですよ。で野球っていうコミュニティがスタートして、そこに目的、勝つっていう目的ができたり、明確なルールができたりとかね、そういう風にして広がっていったんではなかろうかと想像します。でつまりね、ロスジェネ世代のコミュニティっていうのも結局宣言する人がいて、そこで成立なんですよ。ですんで今回動画作ってもらいました、生活保護受給者から億万長者へという方のチャンネルなんですけども、動画を作って宣言した瞬間、このコミュニティはもうね存在してるんですよ。今まで存在しなかったこの地上に、40代前半50代前半のロスジェネ世代の負け組のコミュニティっていうものがスタートしました。会員は発信者一人かもしれませんけども、立派なコミュニティですよ。何人以上ないとコミュニティとしては成立しないってことはないですから、自称コミュニティでいいわけですよ。私の速化塾も私が最初の生徒になることによって始まりました。そして今年私はキックボクシングのジムをスタートしましたけども、正式な塾生は私一人ですよ。これでいいわけなんですよ。とりあえず始まったじゃないですか。0から1が生まれるこの瞬間、これを貴重なものとするべきですね。そして1から10、1から100にする手法っていうのは別に存在します。これは学んでいく、もしくはそういった商品を購入する、もしくはいろんなところを検索してただで教えてくれる人に出会っていく、まあ、いろんな方法があります。もちろん自分で考えてもいいですし、チャット GPT に聞いてもいいと思います。手法はもう様々ありますんでね、特に有料無料関わらず、自分がどういうふうにそのコミュニティを広げていくためにどんな行動をするかってことをね、
ただ見つけていく探していくだけじゃないかなと思いますよね。まあとにもかくにももうスタートしたわけですから、これは将来的に10万人になり100万人になる可能性は大いにはらんでます。ただそれが1年以内になるのか500年かかるのかの違いはあると思いますので、もしね自分の人生にリミットがある限りがあるとするんだったら、その行動密度を上げていくか行動頻度を上げていけばいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ今回は以上でございます。コミュニティ成立おめでとうございます。